つというぐらいの勢いでいろんな人がねガンガン参入してくるとなんかダイナミズムが生まれてね活気づくんじゃないかなと。国際的にブランデッドショーツっていう部門がもうこの今にすごく成熟成長して発展してる最中なんだなっていうことをもう本当身をもって実感した審査の年でした。すごく、まあ、私たちに馴染みのある広告だったりとかあと映画の要素をふんだんに盛り込んですごく楽しめる審査会になりました。いろんな入り口から入ってくる一つの目的のためにしのぎを削って、そこがブランデッドムービーの面白さなんじゃないかと私は思いました。映画とは何なのか、広告とは何なのかっていうところまで話が立ち戻って話し合うようなそんな審査会ってなかなかないので、とても有意義でした。表現と、まあ、自由な表現と一方であるその目的、まあ、制約って言ってもいいかもしれないですけど、ここをまあどういうふうにそのうまくせめぎ合って一番ベストなものを作っていけるかっていうのが多分ブランデッドムービーって言われるものの一番面白い部分かなと。